音楽、あ、なるほど、音楽か、音楽がダメだったんだね。と明日も予定なんですけど、一応こうやって書いてて、と30分、これはいつも通り8時から8時半で30分で、お昼が12時20分から12時50分の30分で、これで1時間で、ここがみんながお仕事終わっての5時から5時半で30分で、ここの30分をどうしようかなって思ってて、で、あとこれが最終枠が18時59分から19時59分にしてるんですけど、これ1時間枠取ってて、最後の枠なんか1時間も取りすぎなんかな、取りすぎやったら変えようかなって思ってるんですけど、でもこの最後の、最後じゃない、真ん中の枠が何時から何時にしようと思ってて、どうせなんかみんなしお仕事あったら仕事中じゃないですかってなったら8時起きれますか念を持って、でもみんなが仕事前に最後1時間張った方がいいよ、やんな、だから1時間長いんかなとか思ったんですけど、ちょっと1時間取ってる方がいいのかなと思って、みんなちょっと真剣に考えてほしいです、ちょっと分からなくて、枠数的には最後は1時間でいいです。お、本当ですか？3時から30分でラスト、3時から絶対ラスト1時間、1時間でいい。どうも、誰もありがとう。じゃあこの間の間は3時から3時半とかがいいですかね。ボスハートありがとう。追い上げが怖い。そう、怖いね。怖いです、本当に。まあでも、バンの理由も分かったんで、よかったですね。ラストが一番変動する。そう。だからラスト、あい、来てよ。トイレとか行ってきて。3時ぐらいに？ほんと？じゃあ。じゃあ3時にしときますね。ペコちゃん、かわいいギフトありがとう。チュッ。かわいくてごめん。うん。ありがとう。あ、トマト、アザラシタワー、ありがとう。じゃあ、間は、予定は3時から3時半にします。まあでもこれさっきの仮なので、またちょっと変わるかもしれないんですけど、とりあえずさっきので、なんかすごい顔に絨毯とかの毛がついてる。トマト、アザラシ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 、ありがとう。トマト、アザラシタワー、ありがとう。トマトさん、アザラシタワー、ありがとうございます。ボスハートいっぱい届けてくれてありがとうございます。山ちゃん、だるま、ありがとう。太一郎さんも、だるま、ありがとうございます。明日までお休みなので、たくさん見に来れます。やったー、見に来てね、待ってるよ。なんかさっきまでさ、薄着だったから暑いですね。普通に急にこんなニットを着てしまうとね、アザラシが可愛くて仕方ない。ほんまですか？直さなくていいですか？今日の髪型いいです。え、これいつもやってるやん。ミヤの固定ヘアですよ。
暑すぎてやばいで普通に。さえちゃんほんとありがとう。じゃあ明日の、わ雪のやばー、ちょっと待って嘘ー、え、やばい、雪のがタワーの、やばい、ありがとう雪の、嘘でしょ、そんなサプライズをしてくれるの、マジでありがたわすぎる、マジで女の子ですよみんな、びっくりすぎる、え、ほんまにありがとう雪乃、雪乃は初期私が本当に研究生で加入した時からずっとみゆのことを応援してくれてて、ほんと今でもねやっぱ初期から応援してくれてる人ってどっか行っちゃったりとか普通なんですけど、今でもこうやっておめでとうって書いてきそうになった応援してくれてて嬉しい、マジイケメンや、イケメン雪のタワー10本ありがとう、ナンバーワン、ずっと入った時からみゆのこと応援してくれてありがとう、頑張るね、これのこれも無駄にしないように頑張るありがとう、めっちゃ嬉しい、ほんまありがとう。最終枠7時からしかできないです、あ、そうなんや、そうなんですね、いいこと聞きました、ほんまそれ、ほんまの情報ですか、うわー嬉しいですね、ほんまにありがとう、忙しいのにありがとう、スーパープープタイムやっとく、そうです、やっていきましょう、タワー10本来たのであ、こぐまさんレインボースターありがとう、あ、もうそんな時間、こぐまさん、くまたまありがとう、くまくま、タワー10本来たのでちょっと特別にスーパープープータイムは、ここでもペンギンタワーがすごい、嘘でしょ、こぐまさん、こぐまさんもすごい、ペンギンタワー、ペンギン初めて見たかも、初めてじゃないか、ペンギン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 、天神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 、わあ嬉しい、なんで本当に終わる前にスーパーパープタイムできないやばい天神してますか、間違えた小熊さんもね、小熊さんも初期から私のことをねずーっと応援してくれてます、本当に本当にありがとう、小熊さん、熊タワー、ペンギンタワー10本ありがとう、本当に嬉しいよ、うーんゆうちゃんの周りがすごく、わあこれはスクショだ嬉しい、こんなにわっさ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 ですね、すごい20分の枠なのにこんなことになると思いませんでした、ありがとう、本当にちょっと2人のためにスーパープープータイムを、さりげない言葉で伝わるかな、そうそううんとは付き合いたいんだ、だけどはっきりと言えない、 I love you、 ついでみたいにまた会いたいって、今は絶対気づかないで、家に帰った頃にどういう意味かって思い出してほしい、恋の次元バ
くだ、うん、ありがとうちょっと TikTok バージョンと混ぜてみました。ボスさんハートありがとう、トーモペライトありがとう、わーすごい、みんな本当にありがとうございます。今回の枠はなんかタイムスケジュールを決めるだけで終わると思ってたんですけど、こんなことになるなんて思いませんでした。ピヨーンではランキング読みますね。あ、タコ投げてくれた、メタロンタコ10匹ありがとう。うわさあやば、えぐいってもうほんまに泣きそうなる。でもミユはもう泣かへんって決めたから、なんかその泣かない、あの元気いっぱい最後までアイドルを全うして全うするって決めたので。13位メタルンありがとうございます。12位カズニッチさんありがとうございます。11位ハマモンありがとうございます。10位ミータンありがとうございます。9位オリちゃんありがとうございます。8位タクヤありがとうございます。7位奥村さんありがとうございます。6位さえちゃんありがとうございます。5位タケポンありがとうございます。4位そして4位トマトありがとうございます、イエイ。そしてそして第3位でございます。わあ本当になんかミユはすごくメンヘラなんですけど、みんなの愛が足りないと病んじゃう子なんですけど、もうすごい愛されてるなってすごくこのイベントを通して確認という言いますかできて、はい。第3位ゆうちゃんおめでとう。ゆうちゃん3位にランクイン、嬉しい。この文字が見えますか？明日も来いと書いてあります。約束してください。女の子との約束はもう絶対なんですよ、破っちゃダメなんですよ男の子はそして第2位ゆきのー、ゆきのーすごい、マジでかっこよすぎやろ、ガチでありがとう、マジで毎面ゆきの2位おめでとう、ほんまに嬉しい付き合うゆきのほんまにありがとう。そしてそして第1位こぐまさんおめでとうございます、嬉しい。今日は今日のトップ3はもう私の初期からね応援してくれてるメンバーが勢ぞろいしてくれました。やっぱあなんか嬉しいですね、ほんと。本当にありがとうございます。当たり前のことじゃないのでね、付き合うってやった。第1位影間さん、ラストワークも頑張っていきましょう。本当に本当にショールームずっと解禁してくれて本当にありがとうございます。小熊さん本当にありがとう、忙しいのに頑張ります。みんな最後まで弱音を吐かずにみんなのことを信じて。大一郎さん誰もありがとうございます。それではスーパープープータイム、それでは聞いてください。スーパープープータイム、さりげない言葉で伝わるかな、そうほう本当は付き合いたいんだ、だけどはっきりと言えない I love you、 ついでみたいにまた会いたいって、今は絶対気づかないで、家に帰った頃にどういう意味かって思い出してほしい、恋の次元爆弾、ありがとうございますそれではまた11時からの11時ん10
20分からの最終枠でお会いしましょう。本当にありがとうございます。バイバーイ。合ってるよね。